こんにちは。体のエナジーを前に勝負です。今日は2024年の1月14日を2時間40分過ぎてますね。見ていきたいと思います。現在のエイタコインの値段は 79.516 ということで、80円をね、未だに切っているということで、これは冷やしてみると、まあ、確かに少しね、落ちて、一日売りみたいな感じになっているのかなというところですよね。こっから、ちょっと落ちて、まあ、そうは言ってもね、ガーッと上がって半分落ちてちょっと戻してるというふうに見た方がいいんですかね。はい。ビットコインも620万円台ということで、まあ、落ち着いているかなと。イーサリアムもガーッと上がっていったけどちょっと落ち着いてますね。はい。じゃあツイッター見ていきます。はい。今日日曜日だったんであまりツイートがない感じがしますけども、ここにビットコインの価格予想記事3選ということでまとまっているのでね、それぞれ、いくらを予想しているのかなと、まずチラチラチラっと見ていきたいと思います。はい。ビットコイン ETF 承認で1000億ドルの資金流入、スタンダード、チャータード、銀行の予想ということですね。現物 ETF で1000億ドル流入。A ですね。A を追って、スタンダード、チャータード銀行が、現物ビットコイン ETF が承認されれば、500億から1000億ドル、約 7.2 兆円から 14.4 兆円の資金が流入する可能性があるとの予想を示したことが明らかになりました。この予想は1月8日に公開されたレポートの中で述べられているもので、レポートの中ではビットコイン価格が2025年末までということで、あと2年ぐらいですか、で、2875万円まで上昇する可能性があると予想が語られています。はい。次は金持ち倒産貧乏倒産のロバート・キヨサキ氏ですね。ビットコイン価格15万ドルを予想ということです。人気の著書、金持ち倒産貧乏倒産シリーズを執筆したことで知られるロバート・キヨサキ氏は1月10日に現物ビットコイン ETF の承認にコメントして、ビットコインの価格は間もなく15万ドル2170万円になるだろうとの予想を語りました。同氏が今回投稿で自身がビットコインと共に強く支持するゴールドやシルバーにもコメントしており、中央銀行が金を購入して売却せずに保有し続けていることによって金価格は月に向かうほど上昇し続けているとも語っています。しかし銀に関しては銀保有者が請求書の支払いを行うために銀を売却するため銀価格は短期的に下落することになると予想されており、これは素晴らしいニュースで銀価格が下落したときは買い時だと説明されています。はい。そして5ビットコインを追加購入したということですね。はい。今度はキャッシーウッドさん、ビットコイン2億円すごいですね。桁が1個上がってます。はい。2030年までに、ちょっと先の話ですね、この方は。60万から150万ドルと予想。現物ビットコイン ETF の上場承認を得たことでも注目を集めているアークインベストのキャッシーウッド CEO は1月11日に CNBC の番組に出演した際に、ビットコインの価格は2030年までに150万ドルまで上昇する可能性があるとの予想を語りました。キャッシーウッド CEO は今回2つのシナリオに基づくビットコイン価格予想を語っており、基本的なシナリオでは2030年までに60万ドル8700万円、強気シナリオでは、150万ドル2億1700万円まで上昇する可能性があると述べています。11日には SEC が現物ビットコイン ETF の上場申請で全てを承認したが、キャッシーウッド氏は今回の ETF 承認によって強気シナリオで進む可能性が高まったと考えているとのことですと。ビットコインはすでに米国を含む世界中の様々な暗号資産取引所で上場していますが、現物ビットコイン ETF の取引が可能になれば、大規模な機関投資家も間接的にビットコインに投資することが可能になり、ビットコインの信頼性もさらに強化されるため、今回の ETF 承認はビットコイン価格にも大きな影響をもたらすと期待されています。はい。なお、キャッシーウッド氏は今回の番組の中で、ビットコインは史上初の規制に準拠したグローバルな分散型デジタル通貨システムになったとも語っていますということですね。まあ、この3つを見ると、まあ、ここ2年ぐらいで、まあ、1000万から2000万。で、あと、まあ、2030年までに1億前後というぐらいのイメージが、まあ、彼らの予想という感じですかね。はい。ミスタービットコインさんからは、ビットコイン現物 ETF が存在するのはカナダ、ドイツ、ジャージー島、ブラジル、リヒテンシュタイン、ガンジー島、オーストラリア、ケイマン諸島、アメリカということで、今アメリカで、が来たので話題になっていると
ということで、まあ、これらの国はすでにあったということですね。はい、では、エイダの方はどうなのかなということで、ちょうど体の信者さんがツイートされてますね。実現したら、妄想が膨らみます。体の安全性が評価されてほしい。体のが次期大型 ETF 候補として勢いを増すということで、見ていきます。はい、カルダノエイダが次の大型 ETF の候補として勢いを増す。カルダノはブロックチェーンイノベーションをリードし、強力なコミュニティに支えられており、現在、今後の暗号通貨 ETF の最有力候補、いいですね、最有力候補となっています。ブロックチェーンプラットフォームとして有名なカルダノエイダは、米国の将来の上場投資信託 ETF の潜在的な候補として大きな注目を集めています。ビットコイン ETF の青信号に続いて、暗号通貨コミュニティがアルトコインベースの ETF 承認について積極的に議論する中、カルダノはこの新しい投資商品の波のフロントランナーとして浮上しています。カルダノの安定性が ETF と投資家の注目を集める。ETF の導入により暗号通貨に対する機関投資家の関心が高まることが予想されます。独自の技術的アプローチと堅実なコミュニティサポートで知られるカルダノは、これらの投資家にとって有望な選択肢です。著名なカルダノブロガーであるこちらのカルダノホエイルが14万3300人のフォロワーに当てた最近のスロットでは、この関心が高まっている理由が強調されています。カルダノのピアレビュー済みで安定した軽量なプロトコルは、コンセンサスメカニズムにおける UTXO と POS の独自の組み合わせと相まって、ブロックチェーンのトリレンマを明確に解決する上で際立っています。このプロトコルは包括的で透明性の高いエイダの分布によって証明されている中央集権化への抵抗力があり、操作を警戒する投資家にとって魅力的な選択肢となっています。他の多くの暗号通貨とは異なり、設立企業はエイダの供給量の約 10% しか管理していません。さらにカルダノのステーキング設計は最も分散化されたものの一つとして宣伝されており、多くのバリデータノードが潜在的な攻撃に対するネットワークのセキュリティを強化しています。暗号通貨 ETF が幅広い採用への道を開く。カルダノの魅力はその堅牢なセキュリティと分散型の性質だけにとどまりません。このプラットフォームのスケーラビリティと機能性に関する継続的な開発により急速に進化し、機能豊富なブロックチェーンとして位置づけられています。この進化は指数関数的な成長を遂げている多様な分散型アプリケーション DApps をサポートするために不可欠です。カルダノの適用性は複数のプログラミング言語をサポートすることでさらに強化され、より広い開発者コミュニティへのアピールが広がります。何百ものネイティブトークンと DeFi アプリケーションの最近のオンボーディングはエコシステムのダイナミックな性質を強調しています。これらの要因とプログラム可能な ADA の希少性を組み合わせることで、カルダノは堅実な有機的成長を遂げる主要な DApp エコシステムとしての地位を確固たるものにしています。カルダノ ETF をめぐる議論は、暗号通貨投資商品の規制状況の変化を背景に行われています。米国でのビットコイン ETF の承認により、他の暗号通貨が追随できるようになりました。バークリーの共同創設者、スティーブ氏などの業界専門家は、イーサリアムや XRP など他の主要な暗号通貨の ETF が承認される可能性について、楽観的な見方を示しています。カルダノはすでにこの方向で前進しており、スイスに登録された21シェアーズカルダノ ETF を支持し、OTC で取引されるグレースケールデジタル大型株ファンド GDLC ポートフォリオに参加しています。このような ETF の設立は、より幅広い投資家、特にデジタル資産でポートフォリオを多様化しようとしている伝統的な金融セクターの投資家にとって、カルダノのアクセシビリティと魅力を大幅に向上させる可能性がありますということで、まあ、こうやってすでにも取り込まれてはいるんですけどね、まあ、カルダノが入っているからというふうに言われるほどまだ目立ってはないということですね。はい、でグレースケールのこちらですね、今の投資商品をちょっと見に行くとですね、パフォーマンスがあって、こちら、ADA が組み込まれているやつですね、ソラナ、ADA、アバランチ、ポルカドット、ポリゴン、コスモスということになっていて、ここに、ウェイトが入ってますね。
で、ソラナが 42%、カルダノエイダが 20% というようになっているそうです。はい。まあ、これがね、もうちょっと一般的になったりしてくれるといいかなと思いますけどね。はい。で、価格変動がこんな感じということですね。はい。では値段に戻りまして、79.38 円ですね。はい。14,012.9×79.38 で元本が10万円ですので、計算しますと、101,2344円のプラスということになりまして、はい、101.2じゃなかった、1012.3% のプラスということです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。